川村の館、孤立に自由からの塗装を読む19回目です。自由からの塗装が19回目、その前の市川を読んだ時は48回でした。曲は夏にぴったりな、初夏にぴったりな、ケイソクさんのフロムスペース。ウクライナの画像を見ながら作ったみたいです。昨日の話は第4章に入りまして、なんだ、資本主義になったらなんか世の中の資本持ってる金持ちがなんかどん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 世の中は作っていってしまうんで、なんだかなっていう話でした。その中でマキャベリが出てきたんで、マキャベリ、まあご存知のマキャベリですが、ちょっともう一回確認しようかなとやっぱり思いましてしました。マキャベリどんな風に昨日出てきたかっていうと、プロテスタンティズムは非利己的なことを強調するのに対し、近代の利己主義はマキャベリの言葉を借りれば、利己主義こそ人間行動の最も強力な原動力であり、個人的利益の追求はどんな道徳的考慮よりも力強く、人間は自分の父の死を見るよりも財産を失うことの方が耐えられないと主張しているとマキャベリは言ったそうで、やっぱりこうなったからには金が全てだみたいな。でマキャベリって、まあ、君主論を書いた、まあ、軍事オタクで、麻生太郎さんが大好きだみたいな話は存じ上げてはおりますか。ちょっと確認のため調べてみました。ニッコロ・マキャベッリ、マキャベッリとイタリア語では発音するみたいです。1469年5月3日にお生まれになりまして、1527年6月21日にお亡くなりになりました。マキャベッリ家は、フィレンツェ共和国の養殖を何人も輩出した名家だったんですけど、お父さんは貴族で法律家で弁護士の年収で暮らしていて、貧しくもないが言うことも言えない。でマキャベリー、このニッコロさんの財産は、まあ、晩年多いとは言えないような状況だったみたいですね。1513年に国民軍、傭兵じゃないよと国民軍を創設したけれども、あんまりパッとしなくて、スペインのカール5世がローマ略奪した、これ何年だったかな、時にメディチ家と一緒にフィレンツェから追放されたそうです。そのメディチ家のためにメディチ家をなんかやっつけようとしたクーデターみたいなのがあって、でその時にマキャベリも捕まって、なんか縄で吊るされる拷問を受けたりしたそうですけども、最後までなんかメディチ家にお仕えして、メディチ家が強い君主になってほしいと思ってお亡くなりになったようですね。で意外となんかすごいマキャベリストとかなんかものすごい乱暴な、なんかなんつうんですかね、なんかそんな乱暴っていうか、なんていうか、まあ筋肉質なイメージがありますけど、意外と苦労してきたのかなと思いました。今それはさておきまして、その続き、それではちょっと確認したところで、その苦労した挙句、やっぱり金だろうと、みんな自分のために自分の都合でやるんだよと言った、そういう結論に至ったということですかね。で
この利己心、マケルと言ってる利己心という心理的に複雑な問題を考えましょうというところで昨日終わりました。考えます、続き読みます。ルッターやカルヴァン、またカントやフロイトの思想の根底にある仮定は、利己心と慈愛とは同じものであるという考えである。すなわち他人を愛するのは徳であり、自己を愛するのは罪であり、さらに他人に対する愛と自己に対する愛とは互いに相入れないという考えである。これちょっと余談ですが、スピノザもフロムも、フロムは別の愛するということという本がありまして、それでもここの愛入れない、他人に対する愛と自己に対する愛とは互いに愛入れないというのは違うよねと言ってると、私は56歳になるまでもうじきになりますが、そう思っています。間違っていたらすいません、ご指摘お待ちしてます。本文続きます。これは愛の性質について理論的に誤った考えそう言ってるわ、誤った考えである。愛はもともとある特定な対象によって引き起こされるものではない。それは人間の中に潜むもやもやしたもので、対象はただそれを現実化するに過ぎない。憎悪は破壊を求める激しい欲望であり、愛はある対象を肯定しようとする情熱的な欲求である。すなわち愛は好むことではなくて、その対象の幸福、成長、自由を目指す積極的な追求であり、内面的なつながりである。それは原則として我々をも含めた全ての人間や全ての事物に向けられようと、向けられるように準備されている。排他的な愛というもの、排他的な愛というのはそれ自身一つの矛盾である。確かにある特定の人間が明らかに愛の対象となることは偶然ではない。このような特定の選択を条件付ける要素は非常に数が多く、また非常に複雑で、ここで論ずることはできない。しかし重要なことは、ある特殊な対象への愛は一人の人間のうちにモヤモヤした愛が現実化し集中化したものに過ぎないということである。なるほど、さすがです、さすがです、ブロム。なんだ、それはロマンティックな恋愛観の言うように、人間が愛することのできるのはこの世でたった一人しかいないとか、そのような人間を見つけることが人生の大きな幸運であるとか、その人間に対する愛は他の全てのものから退くことであるとかいうようなものではない。ただ一人の人間についてだけ経験されるような愛は、まさにそのことによってそれは愛ではなく、サド、マド、シズム的な執着であることを示している。そうだ、愛に含まれる根本的な肯定が愛人に向けられるとき、それは愛人を本質的に人間的な性質の具現したものと見ているのである。一人の人間に対する愛は人間そのものに対する愛である。人間そのものに対する愛はしばしば考えられているように、特定の人間に対する愛の後から抽象されたものではなく、また特定の対象との経験を拡大したものでもない。そうだ、人間そのものに対する愛はもちろん発生的には具体的な個人との接触によって獲得されるものであるが、それは特定の人間に対する愛の前提となっている。こうして、前提となっているのは違うということだと思いますが、そのままなんか続いてます。こうして原則的には、私自身もまた他人と同じように、私の愛の対象である。私自身の生活、幸福、成長、自由を主張することは、そのような主張を受け入れる
基本的な準備と能力とが存在していることに根ざしている。このような準備を持つ者は自分自身に対してもそれを持っている。他人しか愛することができない者は全く愛することはできないのである。そうだよ、利己主義と慈愛とは同一のものではなく、まさに逆のものである。利己主義は貪欲の一つである。全ての貪欲と同じく、それは一つの不充足感を持っており、この結果そこには本当の満足は存在しない。そうだね、貪欲は底知れぬ落とし穴で、決して満足しない欲求をどこまでも追求させて人間を疲れさせる。すごいね。よく観察すると、利己的な人間はいつでも不安げに自分のことばかり考えているのに、決して満足せず、常に落ち着かず、十分なものを考えていないとか、何かを取り逃がしているとか、何かを奪われるとかいう恐怖に駆り立てられている。彼は自分よりも多くのものを持っている人間に燃えるような羨望を抱いている。さらに綿密に観察し、特に無意識的な動的な運動を観察してみると、この種の人間は根本的には自分自身を好んでおらず、深い自己嫌悪を持っていることがわかる。さすがでやす。さすが。この一見矛盾した謎は容易に解くことができる。利己主義はまさにこの慈愛の欠如に根ざしている。自分自身を好まない人間や自分自身を良しとしない人間は常に自分自身に関して不安を抱いている。彼は純粋な行為と肯定の基礎の上にのみ存在する内面的な安定を持っていない。これスピノザとやっぱりよく似てる。彼は自分自身に気を使い、自分のためにあらゆるものを獲得しようと貪欲の目を見張らなければならない。彼は根本的な安定と満足とが欠けているからである。彼には根本的な安定と満足とが欠けているからである。これと同じようなことは、いわゆるナルシス的人間にも当てはまる。彼は自分自身のために物を得ようと無心する代わりに自分自身を称賛することを気にかけている人間である。このような人間は表面的には自分自身を非常に愛しているように見えるが、実際は自分自身を好んでいないのであり、彼のナルシシズムは自己主義と同じように慈愛が根本的に欠けていることを無理に補おうとする結果である。無理に償おうかな、これ償おうだ。無理に償おうとする結果である。フロイトはナルシス的人間は彼の愛を他人から退けて、それを自分自身に差し向けていると指摘した。そうなんだ。フロイトはそう言った。この説の前半は正しいが後半は誤っている。ナルシス的人間は他人をも自分をも愛していないのである。さて、我々は我々を利己主義の心理的な分析へと導いた元の問題に戻ろう。我々は近代人が自分の利益によって動いていると信じながら、しかも実際には彼の生活を自分のものではない目的に支えているという、あの矛盾に落ち込んでいたのである。同じように我々はカルヴァンが人間存在の唯一の目的は自分自身ではなく神の栄光でなければならないと感じていたことを見出した。我々は利己主義が真の自我に対する肯定と愛、すなわちあらゆる能力を持った具体的な人間存在全体に対する肯定と愛との欠如に基づいていることを示そうとした。近代人が行動するとき、その関心の元となっている自我は社会的な自我である。
それは本質的には個人に対して外から予想される役割によって構成されており、実際には社会に置かれた人間の客観的な社会的機能を単に主観的に偽装したものに過ぎない。うわ、近代的利己主義は真の自我の欲求不満に基づいた貪欲であり、その対象は社会的自我である。近代人は自我の極端な主張を特徴としているように見えるが、実際には彼の自我は弱められ、全体的自我の一部分、知性や意志力に縮められ、パーソナリティ全体の他の部分を締め出す結果になっている。もう一回読んでみます。近代人は自我の極端な主張を特徴としているように見えるが、実際には彼の自我は弱められ、全体的自我の一部、知性や意志力に縮められ、パーソナリティ全体の他の部分を締め出す結果になっている。そうだそうだそうだ。そうは言っても、自然をますます征服した結果、個人的自我も一層強くなったのではなかろうか。ある程度それは真実であろう。その限り、それは個人の発達の積極的な側面であり、我々もそれを 見逃そうとは思わない。しかし人間は自然を支配する点では著しく進んだが、社会はそれが作り出した様々な力を統制することができないでいる。もう一回読んでいいですか。その限り、それは個人の発達の積極的な側面であり、人間が ある程度自然を征服したことですね。それは人間の発達の積極的な側面であり、我々はそれが作り出した様々な力を統制することができないでいる。原子力発電所。そうですね。生産組織は技術的な観点からは合理化されたが、社会的な観点からは非合理的なものを伴っている。お、経済的危機や失業や戦争が人間の運命を支配している。そうですね。人間は自らの世界を建設した。工場や家庭を建て、自動車や衣服を作り、穀物や果実を栽培した。しかし彼は自らの手で作った生産物からは組閣されてしまった。彼は実際にはもはや打ち立てた世界の主人ではない。もはや彼が打ち立てた世界の主人ではない。逆に自分の作った世界が人間の主人となった。もうそうだね。その主人の前に人間は頭を下げ、できるだけ愛想をいいごまかしている。自分の手でした仕事が自分の神になったのである。お、彼は自分の利益によって行動しているように見えるが、実際にはあらゆる具体的な能力を持った彼の全体的な自我は、彼の手が作ったその機械の目的のための一つの道具となった。なるほど。彼は依然として世界の中心であるという幻想を抱いているが、しかも彼はかつて先祖たちが神に対して意識的に感じていたように、自分自身を無意味で無力なものと強く感じている。近代人の孤独感、無力感は彼のあらゆる人間関係の持っている性格によってさらに拍車をかけられる。個人と個人との具体的な関係は直接的な人間的な性格を失い、直接的な人間的な性格を失い、駆け引きと手段の精神に彩られてしまった。本当だね。市場の法則があらゆる社会的個人的関係を支配している。競争者同士の関係は相互の人間的な無関心に基づかなければならないことは明らかである。もしそうであれば、どのような人間も経済的な仕事を遂行することはできない。そのためには互いに争わなければならず、必要とあれば
実際に他人を経済的な破滅に陥れることもためらってはおられない。雇い主と雇い主と工人、これなんだ、雇主と個人って読めばいいのかな、雇い主と雇われ人みたいなのとの関係のもこの無関心の精神に貫かれている。雇い主という言葉は一部始終を含んでいる。すなわち資本の所有権は他の人間をあたかも機械を雇うように雇うのである。雇い主も雇われ人も共に自ら経済的利益を求めて互いに他を利用している。彼らの関係はどちらも目的に対する手段の関係で、どちらも互いに他の道具となっている。まあそうだね。相互の応用性以外に相手のうちに何らかの関心を持っているということ。持っているという二人の関係、二人の人間の関係ではない、関係ではない。僕が言います。相互の応用性以外に相手のうちに何らかの関心を持っていようとする。持っているという、相互の応用性以外に、要するにギブアンドテイク以外に相手のうちに何らかの関心を持っているという二人の人間の関係ではない。ない。個人とその客との関係、商人とその客との関係を支配するのもまた同じ手段的なものである。客は利用すべき一個の対象物であり、具体的な人間ではなく、商人は具体的な人間の望むものを満たそうとしているのではない。おう。仕事に対する態度も手段的な性質のものである。中世の職人とは反対に、近代の工場主は、もともと彼の生産するものに関心を持ってはいない。それだからダメだよな。あ、でもトヨタ秋代ちゃんはそうじゃないんじゃない？なんとなく。彼の本質的に、彼の投じた資本から、テスラの、イーロン・マスクも違うと思うけど、自分の作るものに関心を持ってると思います。彼の投じた資本から利潤を作り出すために生産しているのであり、その製品は完全に市場に依存している。そして市場がどの方向への投資が有利であるかを決定する。自分の作ってるものに興味ない人は、相場、意味のない人だってバレると思うけど、バレつつあるような気がするけど、ただ単に売れるものを作りゃいいとかいう人って、行き詰まってるんじゃないですかね。本文続けます。すいませんね。経済的な関係ばかりでなく、人間的な関係もまた、この阻害された性格を帯びている。それは人間的存在の関係ではなく、物と物との関係である。そうだね。しかし、この手段と阻害の精神の最も重要な、最も荒廃した例は、おそらく人間の自分自身に対する関係であろう。よ、そうだ。人間は単に商品を売るばかりでなく、自分自身をも売り、自分自身をあたかも商品のように感じている。筋肉労働者は、その肉体のエネルギーを売り、商人や医者やサラリーマンはその人格を売っている。ああ、怖い怖い。本当やね。彼らはその生産物やその奉仕を売るためには一つの人格を持っていなければならない。この人格は人に気に入るものでなければならない。しかしそれ以外にもその人間は多くの要求に応じなければならない。彼はその特殊な地位が要求するエネルギーや創意やその他いろいろなものを持っていなければならない。商品と同じようにこれらの人間の性質の価値を決めるものは今や、いやまさに人間存在そのものを決めるものは市場である。やだね。や
たいなこと、もしある人間の持っている性質が役に立たなければその人間は無価値である。ちょうど売れない商品がたとえ使用価値はあっても何の価値もないのと同じである。このようにして自信とか自我の感情とかは単に他人の自分に対する考えを指しているのに過ぎない。このようにして自信とか自我の感情とかは単に他人の自分に対する考えを指しているのに過ぎない。そうだ、それは市場における人気や成功とは無関係に自己の価値を確信している自我ではない。もし他人から求められる人間であればその人間は一角のものであり、もし人気がなければ彼は無に等しい。自己評価が人格の成功に依存しているということが近代人にとって人気が恐るべき重要さを持ってくる理由である。ある実際的なこと柄でうまくいくかどうかということばかりでなく、自尊心を保つことができるかどうか、劣等感の深淵に陥るかどうかということも全て人気にかかっている。人気だ、我々は資本主義が個人にもたらした新しい自由はプロテスタンティズムの宗教的自由がすでに彼に与えていた影響をさらに発展させたものであることを示そうとした。個人はますます孤独にますます孤立するようになり、自分の外にある圧倒的な強力な力に操られる一つの道具となってしまった。彼は個人となったが共に暮れた不安な個人となった。この隠れた不安があらわに出てくるのを抑えるのに役立つような条件はあった。まず第一に、それは自我を支える財産の所有である。そうだね、人間としての彼と彼の持っている財産とは話すことができなかった。衣服や家屋は彼の肉体の一部であると同様に彼の自我の一部分でもあった。自分は何らかのものであると感じることが少なければ少ないほどより多くの所有物を持たなければならなかった。もし財産を持っていなかったり失ったりすれば、それは自我の重要な部分を失うことであり、他人からも自分自身からも一人前の人間とは考えられないようになるのである。どこまで読もうかな。ちょっとキリがいいなと思うところで読みます。自我を支える他の要素は名声と権力とであった。それは時には財産の所有から生まれ、時には競争に勝利を得たことから直接に生まれた。他人から尊敬されたり他人を支配することは財産が与えた支えをさらに強化し、不安な自我の好循となった。後ろ盾だ。後ろ盾となった。財産や社会的名声をほとんど持たない人間にとっては家族が個人的意向を与える源であった。そこでは個人は何らかのものと感じることができた。彼は妻や子供を従え舞台の中心となることができた。そして単純にも自分の役割を自然の権利と考えていた。彼は社会的世界では無に等しいが、家庭では国王であった。家族の他に国家的な誇り、ヨーロッパではしばしば階級的誇りがまた重要な意味を与えた。個人的には無に等しくても自分の属している集団が同じような他の集団よりも優れていると感じることができれば、それを誇ることができた。弱体化した自我を支えるこのような要素は本章の最初で述べた
諸要素、すなわち現実の経済的、政治的自由や個人的創意に対する機会、チャンスですね、機会や合理的啓発の増大というようなものとは区別されなければならない。これらの要素は実際には自我を強め、個性や独立性や合理性を発展させる。それに反して支えとしての要素は単に不安や懸念を埋め合わせることを助けたりすぎない。なるほど。それは不安や懸念を根絶させたのではなく、それを覆ったのである。そうして個人が意識的に安定を感じるように仕向けたのである。しかしこの意識的な安定感は表面的なもので、支えが存在する限り持続するものに支えが存在する限り持続するものに過ぎなかった。この辺までしときましょうね。それから今度はなんか宗教改革から現在までのまた分析してみると、アメリカの歴史を分析してみるから明日は始めたいと思います。今日はなんかそんな感じですね。資本主義の中でなんか利己主義っていうのがなんかとっても正しくって、なんか自我なの個人なの言ってるけど、なんだかなんか違うよね。というわけでした。今日も万が一ここまで全部ご視聴いただいた方がいらっしゃいましたら本当にありがとうございました。それではまた。一番この収録を楽しみにしているのは、おそらく20年後のわしです。それではまた。